全日本女子アイスホッケー選手権大会は日本アイスホッケー連盟が主催し3月頃に行われるオープン大会である。1973年に国内で女子アイスホッケーチームが本格始動し、その5年後に国土計画伊勢丹、八戸丸光戸小牧ペリグリン帯広太陽クラブの5チームが品川スケートセンターに集い、自主開催による 1> 第1回全日本女子選手権が開催された。1981年に女子選手も日本アイスホッケー連盟への登録が義務付けられ、翌1982年に連盟主催の公式大会としての第1回大会が開催された。会場は持ち回り、参加チームは日本アイスホッケー連盟に加盟する高等学校から社会人までのチーム。 競技力向上支援事業助成金を受けて開催している。大会はトップの8チームで構成されるグループ A 大会と各地域予選を勝ち抜いたチームが集うグループ B 大会が開催されている。A 大会では予備戦を行った上で上位リーグと下位リーグに分けられ上位リーグでは優勝を争い下位リーグの最下位チームはグループ B に降格する。グループ B は完全。 ノックアウトトーナメント方式で開催され、優勝チームがグループ A に昇格する。第33回からはグループ A の開催方式がノックアウトトーナメント方式に変更された。最多優勝は道路建設ペリングリンの20階である。ありがとうございます。